はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただきますレンズは、ライカの一眼レフ用のレンズ、R タイプレンズですね。エルマリートの 35mm、R タイプ広角レンズになっております。ご覧いただいている通りですね。はい。ライカの一眼レフ用のレンズはですね、非常に評判が良くて、ライカ、R タイプのボディ以外にもですね、R サイファー7のようなミラーレス一眼でもお使いいただく方の多いですね、レンズになっておりますので、ぜひチェックしてください。はい。今回はご覧の通り、エルマリート 35mm ですね。で、もってカムタイプなんですけれども、カムが1本、2本、3本ある3カムと言われるタイプになっております。ライカフレックスからライカの R9 までですね、オールマイティにお使いいただけるカムタイプになっております。何でも使えますね。もちろんですね、ミラーレス一眼とかでお使いになる場合にはですね、アダプター経由でどんなカムタイプでも、関係なくお使いいただけることになっております。はい。ではですね、外観から見ていきます。ご覧いただいてます通りですね、こううっすら使用感、経年感は見られる感じですけれども、ひどいローレットの摩耗とかですね、当たりへこみ、こうぶつけた後とかですね、もちろん落下痕などもなく、おおむね綺麗な状態だと思いますね。はい。ご覧いただいている通りですので、客観的にご確認いただけましたらと思います。はい。レンズは大変綺麗ですね。前玉、後玉ともに擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗もなく、中玉にも曇りカビ、バルサム切れないですね。ちりほこりの混入もこう見えませんので、はい。だいぶクリアな光学状態をキープしていると思っていただいていいと思います。撮影してですね、画質に影響のあるような瑕疵は全くないと思っていただいて大丈夫です。絞りの動きも、はい、滑らかですね。羽の痛みや、油の乗りなどはない感じです。ピントもヘリコイドも、まあ、滑らかなんですけども、ややちょっと重い感じがしますね。はい。動きムラなどはなく、いっぱいまでもあるんですけれども、はい。ちょっとだいぶ固めですね。うん。はい。一応ご留意いただけましたらと思いますね。まあ、ボディにつけた時にはですね、こう、ちょうどいいトルクだと思いますけれども、はい。あとはですね、付属品ですね。ギアキャップと、あとですね、フィルターを入れた場合はですね、この落とし込み式になってまして、このフィルター押さえのリングが付いております。はい。でもって、こちらですね。こちら純正のフードですね。これ、挟み込み式で、このようにですね、装着していただきます。はい。で、逆さまにするとですね、コンパクトに、はい、ご使用いただくことができます。で、今回ですね、この、普通ならですね、こう反対側につけたときに、こちら側につける、レンズキャップがあるんですけれども、今回はちょっとお付けすることができなかったので、ご了承くださいませ。はい。ということで、ライカの一眼レフ用の、広角レンズ、エルマリートの R タイプ。35mm、3カムタイプになっております。ご覧の通りのですね、先細タイプですね。このフィートメモリが赤い刻印で描かれているバリエーションになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。